イライトで振り返っていきましょう。まずは、先制したのはファイターズでした。新外国人のファイフからでした。新外国人ファイフのプロ初登板となった今日のゲーム、ワンアウトランナー一塁から7番の石井の打席で田中が盗塁を決めます。これがプロ200盗塁目となった、そんな田中でしたが、その田中がサードまで進んだ後、大野が先制のタイムリーヒットを放ってファイターズがまず1点を先制します。2回を終了した後、田中に対しては表彰も行われました。3回の表、ファイターズ先発メンドーサを攻め立てるライオンズ、ワンアウトランナー1塁2塁として、1番の秋山が2点タイムリーツーベースヒットであっさりと先制された後逆転すると、その秋山をセカンドに置いて2番の源田が今シーズン第3号となるツーランホームランをここ札幌ドームで放ちました。パリーグ相手のホームランはこれが初めてとなった源田の第3号。しかし3回の裏、ファイターズもすぐに反撃を開始。ツーアウトランナー1塁2塁から新外国人のドレイクが結果2点タイムリーとなりまして、これで来日初打点も記録ということになりました。打ったドレイクも一気にサードに進みましたが、ただ3点で、その回は攻撃終了。しかし4回の裏、ノーアウトランナー1塁2塁となって、途中出場の松本が同点タイムリーを放って4対4。さらに5回の裏は2アウトランナー1塁から、ピッチャーの平井に対して7番の、こちらはファイターズルーキー石井が勝ち越しのタイムリースリーベースヒットで5対4と、リードを奪います。さらに6回の表、ライオンズ今度ワンアウトランナー2塁という場面で、メンドーサから宮西にスイッチした場面で9番の金子がバントを決めて1、3塁とチャンスを広げます。でその金子が盗塁を決めて2塁3塁とすると、1番の秋山が今日2本目のタイムリーヒットで6対5、あっさりとライオンズ逆転に成功します。さらに2アウトランナー2塁で3番の浅村の当たり、ここをレアードがさばけません。タイムリーエラーとなって2点目、2点差とされて、この回3点目を奪われます。7対5。しかし8回の表、今シーズンこれ初登板となった2年目の田中豊樹、いきなり浅村にツーベースヒットを浴びるんですが、4番の中村を三振に切ると、続く5番のメヒアは見逃しの三振、さらに6番の外崎も見逃しの三振に切りまして、なんとか2点差をキープします。3者連続三振という圧巻の内容でした田中豊樹。するとそのすぐ裏、セットアッパーのシリッターに対して2アウト3塁とチャンスを作ると、1番の西川が、タイムリーヒットを放って7対6。さらに2番の松本も今日3安打途中出場で3安打で、チャンスを広げて3番の中田につなげますが、ここは中田は強い打球も最後はレフトフライに倒れて1点止まり。1点差で最終回に突入しますが、増田の前に最後はワンツースリーセーブを喫したファイターズ、1点差で敗れています。というね、1点差を落としたというゲームになりましたが、ファイター